皆さんこんにちは。宮城タスクのスポーツビジネスゼミの時間でございます。今日はですね、スポーツで仕事をしていくためのメンタリティについてお話をしたいと思います。はい、早速始まりました。宮城タスクのスポーツビジネスゼミの時間でございます。私宮城タスクはですね、過去ね、プロスポーツクラブ、そして、総型スポーツクラブ、行政のスポーツでの町おこしで、スポーツのコンサルタントとかですね、そういった、実際現在進行形でスポーツの仕事をして、実際私も飯を食ってるで、こういう仲間を輩出しながらですね、全国いろんなところでそういったスポーツビジネス仲間を輩出している、私がですね、このスポーツで飯を食っていくということについてですね、さまざまな要因解説しながら進めていっておりますので、ぜひね最後まで見ていただければなというふうに思いますけれども、今日はですね、スポーツ仕事をしていくメンタリティについて、お話をしたいと思います。はい、皆さんね、早速ですけど今、この動画見ているあなたは何をしてますか。実際に今もスポーツの仕事をしているという方もいらっしゃると思いますし、学生さんね、はたまたもうすでに1回就職してるんだけど、本当は心のどっかでもやっとこうサッカーの仕事したい、スポーツの仕事したいとかね、そういった方がいらっしゃるのかと思います、ね、で、こうやっていきたい、ね、俺はやっていくぞっていう決断とか、ね、決意と行動、ね、これはですね全然リンクしてません。なので、もうぜひねこの動画でちょっとでも自分はこういうふうにやっていくぞっていうふうに決意をした方はですね、もうすぐね、もう会社やってるんだったらもうね、やめますということでね、自分でこういうふうにもう動き出す、ね、で学生さんだったら進路、実は大手企業書いてたけど、いやもう俺はこういうところで就職する、もしくはそれに必要なスキルを身につけるために勉強するとかね、そういうふうにアクションを起こしてほしいなというふうに思います。はい、で、保護者の方もですね、例えば学校の先生とかね、会社の同僚を皆さんもね、きっとあなたがそういうアクションをね取ろうと、動き出したり相談したりするとですね、必ずと言っていいほどそれを止めると思います、ね、あなたそんな仕事うまく、ね、いくわけないでしょうとかね、そんなスポーツでご飯なんかずっとできる仕事じゃないでしょうとかね、そういうふうにねもうみんなどんどんやっぱり煽って止めようと、ね、していきます、ね、大手企業がいいんじゃないか、ね、公務員になった方がいいんじゃないか、学校の先生になった方がいいんじゃないか、ね、そういう話いっぱいされると思いますけども、じゃあここで聞きます。じゃあ学校の先生、ね、公務員さん、大手企業の皆さん、ね、どうやって何でお金をいただいているんですか。答えられますか、ね、いや例えばその公務員さんだったらそこに行ってそこにある仕事作業をこなせばお金がもらえる、時給なのか月給なのかがもらえると、ね、例えばそれぐらいの認識だったとしたら、ね、いいですよそれぐらいの認識でもいいんですけど、それぐらいの認識だったら、サッカークラブも一緒ですよね。オーナーであったり、会社であれば株主さんがいて、ね、クラブの経営する社長がいて、こういうふうな仕事があります、こういう作業があります、ね、その中で、ね、こういうことをやってくれと言われて、その時間この月給対価をもらってそれをこなしていく、それも、スポーツ業界で働くと、ね、私がお勧めしているのはそういった、雇われる、雇用されるっていうことではないんですけど、でも実際そういったこともスポーツの仕事になるわけですよね。で、例えばじゃあ大手企業に行けば安心だとかね、いうようなことを言う保護者の方、ね、お友達周りもいると思うんですけど、ね、実際今もう日本の、ね、大企業でももうリストラバンバンする、昔僕らの時代だったら銀行マンになったらもう将来安定だみたいな言ってたやつがですね、もう全然もう銀行リストラされそうだとかね、そういったもうところがどんどんやっぱ出てきてるわけですよね。あの時ね、銀行行ったら、ね、僕も言われましたよ、めちゃくちゃ銀行に就職するなんか知り合いがいるからコネで入れるかもしれないからとかね言いましたけど、あの時僕銀行行ったらもう今頃ね、そんな優秀な銀行マンには多分慣れてなかったと思うんで、ね、そしたらもう本当に家族、ね、養いながらもう路頭に迷ってっていう感じに多分なってたと思うので、僕としては、別に銀行が悪いわけじゃないですよ。銀行だろうと大手企業だろうと、要は自分が何で飯を食ってるのか、企業に対してどんなメリットを提供しているから、その分の対価として僕にこれだけのフィーが来るっていうことをちゃんと理解してればいいんですよね。でそれを理解してないで、じゃあ大企業に行けばこうなる、ね、公務員だったら毎月も大体定年までいくら決まる、ね、それはそうかもしれないんですけど、ね、
まあ、言ったら公務員になってもいろんなところで鬱になって辞める方もいらっしゃいますし、ね、市町村が合併するとかね、まあ、これからどん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 もう人も人員削減していくとかになってきた時に、まあ、そういった仕事ですら僕は必ずしも安定ではないと思うんですよね。まあ、それよりも別に公務員がいいとか何でもいいんですけど、自分が何をしたからその対価としていくらもらってるのかっていうのをちゃんと理解する必要がある、ね、これもスポーツも全部何でも一緒です。何でもそう、ね、まあ、例えばサッカーのエージェント代理人と呼ばれる方々だったら、ね、まあ、例えば、まあ、フィーとして10%とか 15% とかね、20% とかもらう人もいますけど、まあ、例えばじゃあ、これだけの選手やったら例えば1億円ね、移籍にかかるお金でそのフィーが発生したらじゃあその 10% もらえます、1000万もらうとかね、そういった風に最初から決められててこの分もらえますよっていう方もまあいらっしゃいますし、ね、まあ、サッカーの審判だったらね、審判スペシャルレフリーってなったら年収1000万ぐらい超えてもらえますとかね、でどういったことかって年間何試合サッカーの試合の笛を吹いてああしますこうしますもう全部決まってるんですよね、うん、まあ、大企業さん、ね、と就業規則と同じようにそういったサッカーの仕事とかでも自分がこういうことやったらこうなります、まあ、僕らなんかもそうですけど営業でじゃあいくらのものを取ってきたらそのうちの 5% とかね 10% は手数料としていただきますよと、営業手数料としてもらえますよとかね、そういう風になれば、1000万の契約を取ってきたら、まあ、そのまで、ね、100万円もらえると、ね、1億の仕事スポンサーを決めてきたら1000万もらえると、それが、ね、別に1年間ずっと働いてなくてもいいんですよ。たまたま友達が、タスク俺1億この会社持ってるから1億のどっかスポンサーしたいんだけど、あ、じゃあうちのクラブやってよってただ僕がふと紹介してて、それが決まればこの10秒20秒の会話でもそれが1000万になると、まあ、いうようなこともあったりすると、ね、まあまあ僕は何もそういったその夢を物語を見せてこういういい世界ですよって言ったことではないんですよ。つまり僕が今日この時間で言いたいのは、ね、自分が何をしたら、ね、どんな成果物を出したらいくらをもらえるのかっていうことをちゃんと把握していれば、それはもうね、別に普通の公務員とかね大手企業さんで働くとかそういうのももう一緒っていうことが、まあ、言いたいと、ね、なので、まあ、そういった言ってください銀行員さんに、じゃああなた銀行を進めてくるけどその1日何をしていくらやってどれだけの作業をしたらあなた月いくらもらえるんですか、それがじゃ今の給料の倍になるためにはどれだけやればいいんですか、ね、聞いてください。それがまあもちろん理解したらじゃあそのために頑張るともうそれ明確ですよね。でもあなたはじゃあこういう仕事をやったらスポーツの世界ではこれだけの報酬があるっていうことを勉強して、まあ、それを一生懸命できるために努力をする、まあ、それだけの話ですね。それはまあ種目が違うだけで、ね、団体スポーツもあれば、個人種目があるようなと同じように、別にたまたまスポーツの仕事なんか華やかしい世界に見えますけど、ね、全然もうアルバイトみたいに飯も食えてないようなスタッフさんももちろんいっぱいいます。もうどちらかというとそういう人たちがもちろん多い、ね、逆に言うとね、もう今もメッシが移籍する何百億円だみたいな話してますけど、そういうのの一人ポコッと移籍させた何か面倒見たっていうだけでもう何億というね、お金を手にするっていう人たちが、まあ、いるのも事実というようなことでございます。なので、まあ、皆さん周りがねどん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 あなたに変わってほしくないとかいうことで、ね、引き止めようと一生懸命、いやもうそんなこと言わずに俺たちと同じようにね、今の環境で慣れようよやっとこうよっていう人いるかもしれないですけどね、まあ、でもあなた自身がね、納得できればいいですけど、そうじゃないんだったらね、新しいチャレンジするっていうのは僕はいいことだと思いますね。ただ、まあ、何でもかんでもね、いろいろその自己啓発の動画と同じようにやれ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 って僕も勧めるようなそういった、この動画ではありません。もちろんね、まあ、向いてないというかこういう人たちは難しいよねっていう話ももちろんあるので、そういったところ参考に、してほしいと思いますけども、まず具体的に言うとですね、自分の中で落としどころ解決していない、諦めがついてないからそれから離れられないっていう人がいます。こういった人はやめた方がいい。これ具体的にどういうことかというと、よくサッカーのね、僕ら例えば仕事なんかやってても、面接に行きます。僕はずっと小学校からサッカーをやっていたので、大学卒業して本当はプロになりたかったですけどできなかったんでこの業界に就職を希望しましたね。一見つながってるみたいですよね。ずっとサッカーやってたからサッカーを仕事にしたいね。一見つながってるように、見えますね。でもこれね、例えばじゃあ、まあローソンとかそういうコンビニとかもそうかもしれないですけど、ずっとアルバイトしてたから社員になりたいです、ね、これででもアルバイトって呼ばれるものと、ね、ちゃんと社員本社の機能で働くっていうのは全くこれ別の話なんですよね。まあ、ローソンなんかで言うと言ったらその時給1000円なのか何百円なのか知りませんけど、そこで
ね、これぐらいの人がこれぐらいの効率の仕事をこの時間にやる、だから昼は2人、夜は3人とかで、例えばそういうような決めて、会社としては大体この時間24時間だったらこれぐらいの人を雇用しなきゃいけない、でこれぐらいの人を雇用すると社会保険がいくらで、全部その経費計算ができてて、その中のね、コマとしてね、こういう場合時給何百円の人を置きましょうっていうふうに定めてる、そのコマの一つとして、置くアルバイト制なのか、それともね、やっぱ社員さんってなってくると、そういったその原価計算をしていくとか、よりもっと効率を良くしていくために、例えば日中のね作業とかレジ打ち作業ぐらいだったらもう全部自動化にして、ね、あとは人間がやる姿、ね、今まで3人出てたけどそれを1人にして、その1人は、送られてくる商品の品出しとね、そういったことだけやりますとかっていうふうに、業務の効率化を図ろう、システムをね、再構築していきましょうみたいなことをやるような方、これ全然違うんですよね。本社として、業務ね、フローを改善しましょうとかっていうことで、会社の中で本社の中で動く人と、そのまたの一ショップの中でのコマとして動くって先はこれ全然違いますね。これと同じように、ね、ずっとサッカーやってましたね。でも分かんないですね、ずっと本当にもう強豪校でね、日本代表クラスにずっと小さい時から例えば入っていてね、とかで、その中でいろんなこう海外に行って、海外のクラブのいろいろ経営も勉強してきてね、ずっと経営する予定だったから、ね、自分もヨーロッパのクラブとか留学とか行きながらも、サッカーの現場はそうだけど、練習後にはそういったクラブの経営のことを勉強させてもらってました、こういうことやってましたっていう、だからクラブの経営やりたいです、クラブのお仕事したいですっていう人とね、単純にずっとサッカーボール蹴ってました、そのどれぐらいの意識かも分かりません、ね、もしかしたらただただ部活でね、そんな上手でもないし、なんとなく20年ボール蹴ってましたっていうやつが、就職したいですっていう話とやっぱ全然違うわけですよね、うん、なのでなんかこうサッカーやってたから、ね、せっかくこの時間もう十何年費やしてきた、ね、15年なのか、まあ、20年か分かんないですけど費やしてきたのに、なんかこの経験がもったいないと、ね、っていうだけの人って結構実はいるんですよね。自分の中で解決しきれない、サッカーを捨てる、今までやってきたことを捨てるっていうことが、納得できないからそこに依存しよう、ね、これは絶対ダメです、うん、僕はそれは本当にもう、なんでかっていうとやっぱりね、僕自身がずっとそうだったんですよ、うん、で僕はあの大学の時にサッカーをやめることになるんですけど、サッカーをやめた後にでもずっとこれでやっぱやってきたから、サッカーやめずになんとなくなんとなく続けて、サッカー部のね、ある、まあ、社会人のチームに就職できるんじゃないかとか、ね、そういうこともずっと思ってたけど、俺何のためにサッカーやってたのかなとか、ね、サッカーの時間ってどういうことなのかなっていうことを自分の中でこう細分化して、ね、サッカーっていうのは、ね、仲間と友達とこういう友達を作るっていうことであり、ね、自己鍛錬で自分の中でこう物事を組み立てて、こういう試合でこういう結果を出すためにはこういうトレーニングしなければいけない、こういう準備しなきゃいけないということを自分の中で、学ぶ場ではあった。でもちろんゲームなので勝ったら嬉しいし、感情が高揚するっていうのはもちろんあったんだけれども、ね、必ずしもそのサッカーの試合の結果の部分が奪われたとしても、でも別に友達はなくならないし、ね、そういったことをじゃあどういう、まあ、サッカーが野球に変わろうがビジネスに変わろうが、じゃあこの結果を出したためにはこういった努力をしなきゃいけない、ね、こういった活動しなきゃいけないっていうのは別にね、今までサッカーのトレーニングとかそういったことで学んできた、ねことがあるので、そういうのは全然、まあ、問題ないんですけれども、ね、でもそこはなんとなく納得がいかないから続けたいですっていう方がね、実はやっぱいらっしゃいます、ね、そういう方はね、一回ちょっと逆にもう一回やめてみる、スパッとやめてみる、まあ、もちろん絶対向いてないともちろん言わないんだけども、ね、本当に失った時に自分にとってそのスポーツって何だったのかなとかね、それで逆に他のこと、例えば今までスポーツやってたんだけども、DIY やってみるとか YouTube やってみるとか、いろんなことで、ね、楽しいことやりながら、あれ俺本当にサッカーいるのかなとかね、本当にスポーツの仕事で本当にやりたいのかなとか、うん、っていうようなことが、ね、まあ、出てくると思います、ね、でそれがもしその時にそうじゃないなと思えば、別にスポーツの仕事なんかやらなくてもいいと思いますし、いやそれでもやっぱしたいな、逆に言ったら自分が、サッカーをやめてスポーツをやめてその別の世界に飛び込んでいって、例えば税理士になった、会計士になったね、そういうノウハウを身につけて、あそういえばサッカー選手ってあいつらはね、高校卒業して大学卒業してね、もうすぐ急に大金何千万とか何億とかもらい出すようになって、多分税金のこととか分かんないよなとかね、契約書の見方とか分かんないよなとか、よしじゃあそういったスポーツ選手向けの、ね、個人の財産管理とかね、そういったことをやってあげるビジネスをしようということで、その別の世界でまた身につけた自分の特技、
ね、新しい特技を逆にサッカーに持ってくるとかスポーツに持ってくる、ね、自分の別の力を特技を身につけて持ってくるということはね、まあ、かなりそこで成功するパターンだと思いますので、ね、サッカーやめて弁護士になる方もいらっしゃいますけれども、ね、プロの選手 で実際それもそうですよね。クラブと、ね、選手との、まあ、こういった揉め事みたいなのもあったりするし、ね、そういったことでもやっぱり自分が選手だった時にこういったことを困ってた、ね、スポーツの現場でいろんな問題が起こる、そういったところを自分選手だったからこそ語れる部分と、弁護士というちゃんとそういったのね資格を持ってそういった、揉め事に対して対応できるという別の力と組み合わせて、自分の特技になった、ね、そういった方々ねやはり、成功すると思うので、スポーツの代理人になったりとかですね、契約関係を見るとかそういったことができるようになると思います。はい、ということで、もうちょっとガーッと話をしましたけど、ね、まあ、まとめるとですね、あなたが環境を変えたい、ね、行動しようとしたときに、ね、必ずいやいやそんなことないんじゃないのってね、いろいろ止めてくる人がいると思います、ね、でももうそんなの基本的に僕はもう無視していいと思います、ね、無視していいんだけれども、あなた自身もそうだし、その止めてきた人たちも自分がなんで今このお仕事でお金をもらえているのか、ね、これから就職するんであれば、その大手公務員、ね、今から行こうとしている企業さんは何をどれぐらいやったらこれぐらいのお金がもらえるのか、ね、じゃあその量の倍やったら給料倍になるんですかとかね、何で自分の対価が決まるのかっていうことをまず明確に理解する必要がある。それが別に分かっていれば、スポーツの世界だろうと、公務員とか別の大手企業でもね、安心して働けますよね。だって実際別にスポーツの仕事行くって言ってね、フロントスタッフが試合に出るわけじゃないんですよ。ね、僕らが急にメンバーがいないからってよしじゃあ練習しようっていうことは全然なりません、ね、僕がやる仕事は実際サッカーの仕事をしてたとしても、ね、サッカーグラウンドに行くことなんかほとんどありません、ね、試合はもちろん見ますし練習もたまに覗きに行きますけど、それよりも、ね、営業に行ってスポンサーを獲得するとかね、行政と一緒にまあ作りを考えましょうっていうことをしたり、もう僕の戦場はピッチじゃないんですよね。ピッチのオフザピッチ、外のピッチの外でやることが多いので、そういった意味では別に今スポーツっていう名前はついてますけど、ね、そういった業界にはいますけど、ね、必ずしもスポーツをしてるわけじゃない。なので僕はこういうことやったらこれがいくらになるっていうのを自分の中で決めているし、まあ経営者だから決めれるんでね、決めれるし、逆にそれ対外の仕事をするときはこれぐらいの対価をいただけるんだったらこういうことをしますよっていうふうに仕事をやっているということです。なのであなたもね、そういうふうにこれをやったらいくらもらえる、ね、将来どうなるんだっていうことを、まあ、今ねそういったその経営じゃないや就職とかでもねいろんなサイトとかあるので、そういったのもねもう勉強してもらえればいいと思いますし、まあ、ぜひね、具体的にスポーツの仕事とかそういうのどうなんですかってわからないよっていう方はね、まあ、コメント欄に質問いただければもちろんお答えしたいと思いますし、また動画でもね、お話ししようと思うのでぜひ質問くださいね、ということが一つ、まずはそのスポーツでもどんな仕事でも一緒ね、何でお金をもらってるのかっていうことをちゃんと把握いたしましょうとね、いうことで、もう一つはね、まあ、どんな仕事であれ必ずもうこれからの時代安定ですっていうことはもうないと。それは大企業だってそうだし、公務員さん、ね、だって僕はそういうことだなというふうに思います。はい、で、まあ、もう一つは、ね、自分の中でただただ続けてきたから、引き続きやりたいと、ね、いうような人は一回僕は離れた方が勉強にもなるし、本当にそれが必要なのか、もしかしたら別の才能が、ね、あるかもしれません。ただただ続けてても結局サッカー選手になれなかったんであれば、サッカーの才能がなかったってことなので、ってことは別のことをやった方がもしかしたらあなたは世界一になれるかもしれないし、日本一になれるかもしれない、ね、でも別の実力を、その世界一の実力、何かのスキルを身につけて、ね、それが特技になったら、ね、特技になってそのノウハウと今までやってたスポーツが噛み合わさったら、もうさらに最強のそのスポーツ業界のビジネスマンになれると思うので、そういった特技を生かすと、ね、いうことができるのではないかなと、こういうお話でございます。はい、ということでね、まあ、今日はそのスポーツのビジネスをするメンタリティということで、まあ、お話をしましたけども、ね、ちゃんともちろん自分でやるぞっていう気合はそうなんですけど、その決断をして行動するっていうのは全く別のもの、ね、なのでさっきも言いました、その決断をするにあたってもいろんな知識をしっかり入れていきましょう、ね、自分が本当にどうなのかな、やりたいってどういうことかなっていうのをちゃんと自分の中で、ね、決める、ね、そして次行動する、まあ、行動するとはまた別の動画でも撮ろうかなと思いますけど、ね、そういったことをちゃんと理解してないと行動に移せません、ね、仕事でもこれをやったらいくらもらえる、だからこれをやるわけですよね、だからいくらがもらえるわけですよね。でもこれが分かってなかったら行動できませんね、ということと一緒です。だからまずはちゃんとしっかり把握する、理解するっていうことをやっていただければなというふうに思います。はい、ということで、
今日ですね、そのスポーツビジネスをする、まあ、メンタリティということについてお話をしましたので、ぜひね、参考になったと、また話が聞きたいという方はですね、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして、高評価、コメントももしよかったらください。ありがとうございました。